ねそう、なんかそんなアラネルはさ、ニスパリスナーだったんだよね。そうなんです、うん、もうずっと聞いてましたね。ねえ、そうなんだね。いや覚えてますもん僕、なんか来た時のこと。あ、初めて来た時のこと。どんなでしたっけ。なんかね、これは前にも僕さくらさんに言いましたけれども、はい、なんか初めて来た時に割とね胸元がねふたふたの T シャツ着てて、はい、でなんかよろしくお願いしますってお辞儀された時に、うん、ああじゃあダメだよなんて、そのこういうのを嫌がる年上の女性声優もいるよみたいな俺がして気をつけますって言って、だからね、今露出がさくらさん少ないの俺のせいなの。そうかもしれない。胸元の露出がね控えてやるのに俺のせいなの。多分私その時からイベントでお辞儀する時に胸元に手を当てるようになって、うん、そう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 、それ本当の話なの。本当です。鷲崎さんきっかけ、俺が言ったからなの。ごめん。じゃあ本当だよ、みんなに謝れ。俺がこんな不用意なことを言わなかったら、うん、ね、今高橋千明みたいになったかもしれないの。高校生ぐらいの時でしたね。でしたでしたでした。あ、その時まだじゃあ学生さんだったってこと。学生でした、はい、高校生でした。ゲストに来た時は、うんうんうん、アニスパを聞いてくれてたのは何歳から何歳までだったの。中学生の時、声優になる前なので中学生の時だと思います、うん、2、3年くらい。名前からお母様と一緒に聞いてるみたいなこと言ってたもんね。母と聞いてました。やめろやめろみたいなこと言ってた。聞いてるんでしょ。今も聞いてますこれ。今もっていうのは今こうなうってこと。今これなう。さっきまでなんか母と実況ラインしてます。バカかよ。バカかよお母様。やっぱり2人のトークがいいってさっきラインが。ありがとうございます。2人のトークがいいから、なんかあやねは自然体でいるだけで面白くなるからっていう、ちょっとおとなしくしてろっていう感じの。あとはお母様が文化放送の役員になるだけだな。株買おうか。そう、でもなんかさ、あやねはさ、何きっかけでアニスパ聞き始めたの。私はまあ、ちょっと時効だと思うんで言っちゃいますけど、うん、不登校だったんですよ。おやおや、明るめの不登校だったんですけど。明るめの、いる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 、はい、不登校にもね、いろんなカラーバージョンがあるんだよね。いろんなのがあって、うん、こう、まあ、学校行きたくないから始まったけど、その理由が基本的にはこう意味が見出せなくてとか、うんうん、でそっからなんか親に旅行に連れてってもらったりとかしながら、うん、まあ、人生をちゃんとエンジョイしてたタイプの不登校だったんですけど。そうなんだ。その時にちょうどラジオにハマって、うん、で母親にアニスパを勧めて、うん、したらこのラジオは下ネタが下ネタに聞こえないからいいねって。何そのお母様。すげえ、エリック・クラプトンがその早引きがスローに見えるみたいな感じ。すごいね。何お母様。でもさ、上品な下ネタを目指してたじゃん私たち。いや、そんなことお前いい加減にしろよ。いや目指してたよね。ね、私はすごい上品な下ネタを目指してたの。いやでも完全しのぶはその意図を汲み取って。本当にさ、うん、ありがとうございます。あ、そう、スタジオ内は引いてたんだよあれ。いやでもやっぱりこう外の世界をまだ知らない頃に、うん、あ、こういう世界が外に出たら広がってるんだっていう私の中の希望だったんですよ。不登校の人間が扉の一歩外はもうアニスパだと思ってた。そうなんですよ。そんな世界嫌だよ。どこでもドアニスパみたいな声優になろうって思います。せっかく不登校だったんだから。そうなんだ、テレビとか見りゃいいのに。あ、でもじゃあそれで声優になろうと思ったの。そうです、なんかそれもあって、やっぱりあ、声優さんってこういうこともするんだって、まあでも私はなれないだろうけどって思いながら、はい、ずっと聞き続けてます。なんか私みかじめ料欲しい。みかじめてはないな。その言葉の難しいとこだけど。難しいけど、わかる、何料が欲しい。なんとか料が欲しい。なんでもいいからとにかくお金ちょうだい。